も小走りです。今日はですね、タイトルにも書いてあると思うんですけど、デジャビュさんとコラボの動画になります。で、今回紹介するのが2つあるんですけど、こちらの結構最近お店とか SNS で人気だと思うんですけど、こちらのぬるつけまつげのロングとボリュームを今回使っていきます。で、まず商品の特徴というかから話していくんですけど、こちらのぬるつけまつげが名前の通りつけまつげのように綺麗に自然にまつげが出来上がるという商品になっていて、で、どちらもフィルムタイプなんですけど、結構フィルムタイプってこするだけで落ちたりするやつが多かったんですけど、こちらがパンダ目にならないっていうのが特徴で、で、なのにお湯で簡単オフできるっていう感じらしいです。お湯で簡単に落ちるから目の負担がなくて、もう本当にお湯でスルンとオフできるから、最近結構マツエクしてる方が多いじゃないですか。エクステをつけてる人でも使えるものとなります。で、美容成分が配合されてるらしくて、加水分解シルク、リンゴエキス、蜂蜜、まあ、保湿とかね、でその成分が入ってるらしいので、日中つけててもまつげのケアをしながらカール力をキープしてくれるらしいです。では実際にまつげに塗っていきたいと思います。実はもう今つけてるんですけど、簡単にお湯で落ちるって書いてあって、もう家で本当はやったんですけど、本当にスルンって落ちたので、ここでもやろうかなと思います。で、このコップの中に湯気が出てるお湯が入ってるので、これをちょっと浸してコットンに、ちょっとねさすがに熱すぎるから冷ましてから取っていきます。そしたら落としていきます。こんな感じで、もうフィルムタイプだからそのままスルンと落ちてます。はい、本当に簡単に垂れました。今どっちもビューラーでまつげを上げました。で、比較するためにこっちは地まつげのままでこっちに塗っていきます。ボリュームタイプから塗っていきます。このボリュームタイプがボリュームと綺麗さを両立、ダマ束のない綺麗な仕上がりなのに一本一本しっかりボリュームアップというのが推しみたいです。で、ブラシがこういう感じでボリュームスタイリングブラシっていうみたいです。ちょっとだけカーブがあって、一本一本の間が結構空いてて塗りやすそうなブラシです。そしたらこっちに塗っていきます。こっちが塗った方で、こっちが塗ってない方です。結構違いがはっきりわかると思うんですけど、こっちの方が一本一本綺麗に本当にセパレートしてくれてるのに、ちゃんとパッチリとボリュームが出ました。塗るつけまつげっていう名前通りに、つけまつげみたいに目元をはっきりさせてくれるけど、ちゃんと自然ですぐに乾きますね。はい、ボリュームタイプがこんな感じでした。次、ロングタイプをつけていこうと思います。ではまたビューラーでまつげを上げたので、こちらのロングタイプを塗っていきます。で、こちらが改良されたらしくて、月の良さがアップしたみたいです。液が滑らかになって月の良さがアップ、今まで以上にファイバーがれんなり、さらに長く、まあ、あれですね、きっと塗りやすくなった感じです。ではこれをまたこっちの面だけに塗っていきます。とブラシの紹介忘れてたんですけど、なんかこんな感じの不思議な形、真ん中だけへこんでて、これがファイバーをたっぷりのせるウルトラロングブラシらしいです。で、これ結構最近使ってるんですけど、本当に塗りやすくてダマにならないので、すごいおすすめです。では塗っていきます。こんな感じです。こっちが塗った方で、こっちが塗ってない方です。これは割とすぐにわかると思うんですけど、こっちの方がすごいまつげが長くなりました。で、さっきのボリュームタイプと比べると縦長にしてくれるので、まつげを長くしたい方はこっちがおすすめです。で、何日間か使っておすすめの方法があって、これでも結構カーブ力すごいあるんですけど、さらに終わった後に根元ちょっとだけ上げると、もうこんな感じで本当につけまつげみたいになるのでおすすめです。昨日実は一日中つけてたんですけど、全然落ちなくてこのままな感じなので、忙しい人、なかなかやっぱまつげっていちいち
できないじゃないですか。アイシャドウとかはできても、そういう方にこの方法をおすすめします。最近毎日使うぐらい気に入ってて、私って結構まつげが直毛、もう下に生えるタイプで、なんかみんなみたいに綺麗に生えてなくて、まつげが一直線に生えてなくて、こうやって生える線があったとしたら、下とか上とかにまだらに生えちゃって、なかなか綺麗にセパレートできなかったんですよ。でもこれ本当に多分見てわかるようにめっちゃ綺麗にセパレートできてるし、全然カーブも落ちないので本当におすすめなので、皆さんも一度試してみてください。はい、とちょっとこのままで申し訳ないんですけど、今デジャブさんでキャンペーンをやっていて、そのキャンペーンの詳細は動画の概要欄に URL を貼っとくんですけど、そちらで詳しくは見てほしいんですけど、簡単に説明すると、 SNS のキャンペーンで、まずデジャビューの公式アカウントをフォローして、インスタか Twitter でハッシュタグを3つつけて、1つ目がデジャビュー、2つ目がぬるつけまつげ、3つ目がキスしたくなるまつげを同時につけて、で Twitter でもインスタでもデジャビューの公式のアカウントをタグ付けして、その自分の自撮り、まつげが強調されるようにこうやって節目をして写真を撮って、それを投稿すると限定イベントへの招待や商品が当たるらしいです。でも自分なりのキスをしたくなるまつげをアップするっていうのが重要で、結構人の目をこうやって見ることも多いけど、なんかご飯を食べてる時とか、携帯をいじってる時とかって大体節目じゃないですか。下向いてる時に一番目が行くのってやっぱこの目元で、そこを綺麗にすることで、あ、この子綺麗だなとか、そういうところにキュンと来る男性とかも多いと思うので、で私的に一番キュンと来るキュンと来る節目が、もうふとしたぼーっとした瞬間、なんだろう、カフェとかでもこういう感じが一番キュンとくるので、このポーズで自撮りをして投稿すると限定イベントや商品が当たるというキャンペーンをやってるので、よかったら参加してみてください。なんか節目って人によって違うから難しいと思うんですけど、なんか私的にはこんぐらい、ちょっと今節目タイムなのでこんな感じです。皆さんも真似して撮ってみてください。はい、ちょっとおでこを上げてる状態で申し訳ないんですけど、産毛がすごくて申し訳ないんですけど、今日の動画はここまでです。少しでも気になってくれた方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。ではバイバイ。